日和の中高傭兵の海祖と合すことを認められた。完成十年、長崎町都市寄りの高島茂木の三男として生まれた。先祖は、大見国高島郡出身の武士で、大見源氏佐々木氏の末裔。家紋は、丸に、重ね四つ目結。文化十一年、父の後を継ぎ、後、長崎海所町駅頭取となった。藤沢東、によって、 大阪市中に開かれた、漢学塾であり、関西大学の源流の一つの泊まり園書院に学ぶ。当時、長崎は日本で、唯一の海外と通じた都市であったため、そこで育った周藩は、日本法術と西洋法術の格差を知って学然とし、出島のオランダ人らを通じてオランダ語や、洋式法術を学び、紙費で重機等を揃え、天保を5年に、 高島流法術を完成させた。また、この年に、比前佐賀藩武雄領主、鍋島重吉が入門すると、翌天保を6年に免許改伝を与えるとともに、自作第一号の大砲を献上している。その後、清志が、アヘン戦争で、イギリスに敗れたことを知ると、周藩は幕府に、家法の近代化を訴える、天保上書という意見書を提出して、 天保12年5月9日、武蔵区に徳丸が原で日本初となる、洋式宝術と、洋式獣人の公開演習を行った。この時の兵装束は、筒袖上着にさ着子、頭に黒塗り円錐系の獣人傘であり、特に獣人傘は、見聞に来ていた、幕府役人が、異様、の勘物と称するような斬新なものであった。周藩の眠る高島や、 墓地東京都文京区の大園寺にある周藩の墓子の演習の結果、周藩は幕府からは法術の専門家として徴用され、安倍正宏からは日技中高傭兵会期と称えられた。幕名により、江川栄竜や下曽根新厚氏に洋式法術を伝授し、さらにその門人へと高島流法術は広まった。しかし、翌天保十三年。 長崎会所の長年にわたるずさんな運営の責任者として、長崎奉行、伊沢正義に逮捕、投獄され、高島家は断絶となった。幕府から徴用されつつ秋に貿易によって十万国の大名に匹敵する資金力を持つ周判を鳥居王蔵が妬み、密貿易をしているという残酷をしたためというのが、通説だが、周判の逮捕、長崎会所の粛清は、 会所経理の乱脈が、銅座の制度生産を阻害することを恐れた、老中、水野忠国によって行われたものとする説もある。武蔵国岡部藩にて遊兵されたが、様式兵学の必要を感じた諸藩は秘密裏に、周藩に接触し教わっていた。嘉永6年、ペリー来航による、社会情勢の変化により赦免されて失獄遊兵中に鎖国。 解剖政策の誤りに気づき、開国、公益説に転じており、開国、通称をすべきとする、加盟上昇幕府に提出。上位論の少なくない世論もあってその後は、幕府の藤見放蔵番憲法部署支配及び支配となり、幕府の法術訓練の指導に尽力した。現時元年に、文沢新式等の教練に章、周藩高島厚氏名で編纂した。 慶応2年69歳で死去した。周藩が日本語の号令を用い、それが明治以降の軍隊や学校に受け継がれたという人がいるが、オランダ人は周藩に軍事用語は必ずオランダ語を使うことを条件に西洋法術を教授したので、周藩は日本人の美徳として死の命令を厳守し、門人に対する号令はすべてオランダ語で行っていた。 ランドセルやハトローン紙など、オランダ語の軍事用語の中には、外来語として一般に普及したものがあるが、他の外来語に比べて数が多いとは言えない。後に、上位思想に基づく外国語排除運動によって、幕府や夕飯でオランダ式号令の日本語化が進められるが、オランダ語に親しんだ門邸や将兵には不評で、混乱を招いたという。 その後、門弟たちが苦心して日本語化した号令が、形を少しずつ変えながら、日本の軍隊や、学校の号令として普及した。いくつかの例を挙げると、進め、止まれ、気をつけ、前へ習え、休め、頭右、右向け右、狙え、打て、捧げ等々がある。現在でも、高島流砲術は1841年の、洋式砲術演習場所となった東京都板橋区の、 有志により継承されており、依頼があれば全国各地へ出向き高島流法術の実写演舞を行っている。注目すべきは、号令を当時と同じ、オランダ式号令を使っている点であり、その動作は、和流法術とは異なり極めてスピーディー、まさにその後の軍隊に受け継がれる、過渡期の動きといえる。法術稽古業見分の図展望を12年5月9日にて、 日本初に行われた、洋式法術、従人演習の様子を描いたもの。ありがとうございます。